おずかちゃんです。今回はですね、こちらの、どんとゴレラバですね。はい。ってことで、めちゃくちゃまあ重い感じのデッキでございます。はいはいはい。ってことで、やっていきまーす。で、まあゴレラバ。で、まあ重量級のゴレとラバを合わせてみたみたいなやつなんですけど、これが、思った以上に強い。ってところで、なんていうんですかね。まあ、ゴレもラバも、後衛にベビドラとかメガゴも入ってて、なんかま、ダクネは気持ち強くて。ってところで、縦線も防衛で優秀で、スペルが、スペルトルネードだけってやばくねみたいな思われるんですけど、このトルネードだからこそ、相手が三重視でも、その、一気にトルネードで吸って処理できたり、なんだろうな、何に対してもワンチャンがあるので、スペルはトルネードで。で、やっぱ重たいので、エリクサーポンプを入れた、できたなっています。で、こちらで今、結構、調子良きなんですよね。スペル5番とかでも試したんですけど、まあ、こっちの方がしっくりきてるっていうので、まあ、この形で、今ね、ちょっとマルチやってるんで、やっていきたいなと思います。よいしょ。ってことで、まあできるだけ耐えですね。耐える。とまあ前半はまあゴレかまあラバ別に全然出すんですけど、まあ、ゴレラバの形を作るのは後半からっていうので、意外とそれまでにも勝負がついたりもするんですが、まあ、基本的に待ちですね。基本的に待って後半に行けば行くほど僕は優位になるので。今日待ってから、で、エリクサーポンプが初手にあれば置いてもいいんですけど、こういう初手の場合は待っていいですね。で、相手がジャイン出してきたので、こっちにしっかりゴレダクネを合わせていきます。よいしょ。で、ここで、まあ、変に攻めすぎない感じですね。エリクサーポンプあるので、はいはいはい。ここジャイとムートさえ処理できればいいんですけど、やばい、これやばい。ダクネが溶けて、OKOK。まあ、ビードロを追加してあげてね。で、ここのムートは、痛いですけど、許容してあげます。で、まあ、キング起動されちゃって、結構流れ的には、おやばい。ですけど、相手ポイズン使ったんでね。ここでエリクサーポンプですね。で、こうしっかり縦線で U の受けてあげて、ベビドラはまあいいかな。はいはいはい。これマジ一発で持っていけるんで、形が作れたら。で、もう一回ダクネ展開の、またゴールでいいかな。よいしょ。で、これでまたポイズン使ってくれたらもう一回リポを受けるっていうのがあるんですけど、はいはいはい。置かなくてもいいみたいなのがあるんですよね。これはまあメガゴ追加してあげて、これもうさてはベビドラを追加してあげてもいいみたいな。で、まあムートを処理して、ここで。OKOKOK。で、こっからかな。こっから、ラバ展開いってきます。で、今のエリクサーポンプ置いたらワンチャン間に合わないっていうのがあったので、これゴレ出したいんですけど、出したら多分折られちゃうんで、一回トルネ使って防衛ですかね。やばい。OK。で、もうこういう時は2ラバ。結果ゴレいらんやみたいな見えちゃってるんですけど、本当にそうなっちゃいますね。やばい。結果ゴレいらないみたいななってるんですけど、これはゴレだからこその強みがあるんですよね。けどその形を作れなくても強いみたいなところがあります。あいしょ。これは落とせましたね。で、相手はもう防衛ポイズン使ったので無理と。え、どうしてもゴレ見せてあげたい。あ、見せた。初っ端使いましたね。はい。ってことで、まあ普通にゴレラバの形はまだ今回作れてないんですけど、まあその形は作れなくても勝てちゃうっていうので、OP ですね。はい。5700に到達しました。でも今これで5連勝ぐらいですね。
ってことで、次。エリクサーポンプがあるんで、次はまあ、しょっぱな置いていきますね。で、しっかり縦線とトルネードとか使って、このエリクサーポンプをですね、守りたい。やばいな。これはメガゴでしっかりガゴを処理して、縦線でバーバリアン引っ張って、まあ、あの一体はね、しゃーなし。で、いや、思ったより削られますね。で、こういう時にゴロを出したらいいの、ラバーを出したらいいのってなるんですけど、僕はゴレ派なんですよね。まあ、正直どっちでもいいと思うんですけどね。で、ここはもうトルネード使って、できるだけジャイのダメージを抑えて、コウモリ痛い。からのカウンターですね。で、ここでもうあとはユニット追加しなくていいですね。せずに多分エリクサーポンプ置けば、てかもうこれで俺折れそう。ちょ、待って、ゴレラバの形を作って俺は落としたいっていうのがあるのに、え、マジで。普通に、なんか杖。はい。で、ここのスパーキー、そういうことね。でもこれ、完封は無理かもしれないけど、いや、いけるか。このトルネードの防衛力が高い。OK。この防衛トルネードによって、まあ、これを、ノーダメージで防ぎましたね。で、こっからですね。もうこれは、ケツゴレで。で、ゴーレムの後ろにラバ出すのか、ゴーレムの前にラバを出すのかっていうのなんですけど、正直どっちでもいい。どっちでもいいですけど、僕はこのラバを基本的に前に出してあげますね。やっぱりそのラバ、パピーが、パピーちゃんを、が出てきた時に、ゴーレムにターゲットが行って生きるので、よいしょ。けどスパーキーによってゴーレムが先に溶けちゃうみたいなね、でもあるんですけど、これは防衛する。やばい。これは多分サンクラさえ守れば勝てる。オッケー。よいしょ。危ない。ネスがもうこれカウンターなんで、もう一回ラバーつけてあげて、よいしょ。これめちゃくちゃ攻めれる。オッケー。で、防衛して、トルネで吸って、よいしょ。オッケー。そしたらもうこの間にサンクラでキングが落ちる。よいしょ。いや、待って、やばい。なんか自分でもびっくりするくらい勝てる。やばくね？普通にやばいっすよね。いや、めっちゃトラ上がってますもん、今。はい。ってことで、次。楽しいな、これ。ってことで、よいしょ。初手リポンが別に来なくても全然いいみたいなとこありますね。なんか普通にゴレデッキとかラバデッキで、まあ、エリクサーポンプ入れてるとなんか結構それでやられちゃうみたいなことあるんですけど、言うて後半になんか取り返せますね、これは。よいしょ。もうゴレとラバの形を、まあ、ゴレラマの形を作ってあげると、もうほぼ角で落ちるみたいなところありますね。よし、一回ペースを、つかめたらもう勝ちですね。よし、ということで、ここはまあ待ちですね。このまま延長に入ったら後ろからダクネ展開して、その前にゴレつけて、もうそのゴレだけで勝てるみたいなところもあるんで、よし、やばっ。これは美味しいですけど、このサード取られたのが痛い。なんだろう。で、ここでエリクサーポンプ置いちゃうと一気に攻められちゃうことがあるので、後ろからダクネ展開ですね。で、ここでゴーレム出すのって、なるほど、出さないですね。エリポン来ます。で、ディガーはまだ回ってないけど、このウィザードの前になんだ？なんかつけてくる。やば。オッケー。
バラ入ってない。で、このリガーを処理して、よいしょ。はいはいはい。まあ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 。相手、ランバー、バルーンの、みたいな、リガー。面白いデッキですね。今、リガー咲いたんで、ここでもう一回リポンでいいかな。アラームは気にしないでください。で、リポン来ます。よいしょ。あー、これなかなか厄介。縦線早く。やばい。縦線が。縦線。痛い。ランバーがやばいっすね。マジで。ほんと、数回殴っただけで、めっちゃ持っていくやんっていうのが。あー、これもあれっすね。左無視して、右側落としに行きます。うわ、インドラもいるんだよね。まあ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 。これはでも勝ちたいですね。このインドラに対して、スペルがない状況での勝ちを、欲しいっすね。これなんかバルキリーとかで。ウィザード来たらトルネで全スイス。よいしょ。で、処理して、そしたらこうへ、あー、フリーズ、オッケー。いや、頑張れ。いける。いけるいける。オッケー。いける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 。マジでいける。よし。メガコ入った。オッケー。11。で、こうなったら、普通に考えて重量級の方が相性いいから、後ろが一回ダクネ展開。で、ゴレ。オッケー。もうこれは勝ちっすね。勝った。勝った。相手、インドラ、ウィザード、フリーズ。だけど、ウィザード、しっかり取るね。で、あ、でもここで吸っちゃうと、そう、バルーンが来ちゃうので、ここはまだ吸いませんね。こう吸ってあげて、ここも攻めラバーで、よいしょ。で、この防衛をするのも、ちょっと意識しとかないとやばいんですけど、これは多分攻めたらいいかな。はいはいはい、オッケーオッケー。どっちも落とせそう、どっちも落とせそう。オッケー、メガゴ殴れ。よいしょ、オッケー、来た。ってことで、やばいな。え、マジでやばい。だって普通に考えて、このインドラ相手いたら突破できないと思われるんですけど、勝っちゃいましたね。ってことで、やばいな、マジで。普通にやばい。だってこれでめっちゃトラ上がったもん。ってことで、今回は終わりになります。これマジで、本当に、意外と、使える。本当に。ってことで、良ければこちら。まあ、ネタデッキでしか見えないんですけど、意外と強いので、ぜひ使ってみてください。ということで、今回終わります。では、バイバイ。